海面から何度も顔を出すクジラ。大きな水しぶきが上がります。これは昨日午前10時ごろ、沼津市西浦気象付近で撮影された映像です。沼津市西浦の気象堤防に来ています。こちらの海で昨日クジラが目撃されたということで、釣り人たちからは驚きの声が上がっています。クジラを撮影した人は、珍しい、だって漁師の人も初めて見たって言ってたから。いや、そこら辺でバシバシ跳ねてた感じ。でも跳ねた後は、跳ねた後中ぐーっと行ってそれ沖出てたね。まさかここにクジラがいるって思わないから、一瞬イルカのショー、イルカってやったんですよ。びっくりしました。目の前 で、ね、いきなり釣りしてて見えたので、ちゃんと戻れるといいね。迷子になったのかなとかって思ったり、ちょっと心配しましたね。近くの水族館によりますと、このクジラはザトウクジラの可能性があるということです。全くないわけではないんですけども、本当にしょっちゅう見かけるような生き物では当然ないです。特に大型のクジラになれば、そんなにしょっちゅうこの辺りで回遊しているのを見かけるってわけではないですね。珍しいといえば珍しいと思います。この付近でクジラの目撃情報は数年に1回あるかないかということなんですが、映像から子どもの可能性もあるということです。もし若い個体、子どもとかであった場合ですと、一緒にいる親からはぐれて中に入ってきているのか、見た感じ、元気にジャンプもしてますし、そのまま遊泳している姿がその後確認されているようですので、できるだけですね、広いところ、外洋の方へ出ていければいいなとは思ってます。はい。